最近です。いつもいいね、高評価、ありがとうございます。今回は、みんな知らない、成功率アップ、浴場新採血のコツ、ということで、解説していきたいと思います。足の採血をしたり、腕でもいけると思って、直進で採血するものの、採血失敗しちゃったって時に、使うのが浴場新だったりしますよね。そもそも、採血は浴場新を使ってますっていう病院も多いと思います。そんなあなたに、今回は浴場新の採血する時の、ちょっとしたコツをお伝えしていきたいと思います。これをやるだけで浴場新採血の成功率がアップすることは間違いないし、浴場新の採血も少し不安だなっていう新人さんには間違いなくおすすめする方法です。はい、ということで早速そのコツはどんなコツなのかというと、羽ずらし法です。ん？何それって思いますよね。簡単に言うと、浴場新の羽があるじゃないですか。あの羽を少しずらして持つ、これだけなんです。ん？それするとどうなるの？って思いますよね。ちょっと言葉だけの説明だと羽ずらしのイメージもしづらいと思うので、実際に浴場新を使って説明していきます。はい、そしたらやっていきますね。これが浴場新になります。皆さんの職場でも使っている浴場新はいろんな種類があると思いますが、だいたいこういった羽がついている形のものが浴場新になります。そして先ほど説明した少しずらすというのがこういうことです。この羽の部分があったら、この羽の部分を普通であればこのように綺麗に折りたたんでこのように持つっていうのがスタンダードな持ち方です。しかし少しずらすというのは、これをですね、このようにちょっとずらして持ちます。そしてずらして持つと何がメリットなのかを説明すると、比較してもらったらわかると思うのですが、上から持つのとこの羽をずらしたのだと、このチューブの部分がですね、見えやすくなったりします。実際にやってみますね。上から普通通り折りたたんだ状態で持つとこのような感じになりますね。でこれ上から見た図になるんですが、このような状態だとこのラインが全く見えない状態です。しかしこの先ほど言った少しずらして持つと、このラインがですね、見えるんですよね。そしてこの針先もですね、このずらしたことで針先がずれるかって言ったらずれません。こうずらしたまま針先の角度も変わらずに侵入できます。これをやるだけでですね、何が変わってくるのかって言ったら、逆血に気づくのが容易になるんですよね。こう上から持っている状態だとラインが見えないので、刺して血管に入った時に逆血が確認できないんですよ。この逆血が確認できるのが浴場新のメリットでもあるので、この逆血を確認したいんですけど、どうしてもこの手が邪魔になって見えないんですよね。だからこれを最初からずらした状態で保持して、そして血管に刺します。そして刺した時に逆血がここに見えますよね。そしたら、あ、血管に入ったんだなっていうことで、すぐに寝かせて針を進めていくっていう、この動作ができるようになるんです。なので上からどうしても持ってしまうと、見えなかったこのラインが少しずらして、羽ずらし法でずらして持つことで確認できやすくなります。これですね、結構やってる人いるかもしれません。だけどほとんどの人はやってないんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ、これね、かなりおすすめな方法なんで解説させていただきました。でまあもうベテランの看護師さんになると、こう上からでも、まあ刺した時の血管に入った時のあの感覚でもうわかるよっていう人はですね、これ必要はないんですけど、どうしても新人の頃って血管に入った感覚っていうのがなかなかわかりにくかったりするんですよね。そういった時にこの方法でやると、このずらした羽ずらし法でやるとですね、刺して逆血が来た時のその感覚が血管に入った時の感覚っていう、この感覚を確かめる方法の一つでもあるので、ぜひね、有効活用して血管に入った時の感覚をつかむためにも、この方法は有効じゃないかというふうに思います。何よりこの逆血がすぐに確認できると、成功したサインが目に見えてわかるので安心しますよね。すぐに確認できるということは、血管を貫通してしまうリスクもかなり減少します。最初は少し慣れないかもしれませんが、このやり方をマスターできれば、かなり成功率はアップすると思います。そして血管に入った感覚がわかるようになれば、普通通りに上から持ってやってみてください。ということで、今回は浴場新の採血のコツについてお伝えしました。今後も看護師のためになる動画をどんどんアップしていきたいと思っているので、少しでもためになった、今後も定期的な情報収集源にしたいと思った人は、チャンネル登録をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。